ど、改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。第3部から参加という方いらっしゃいますか。あ、一人ですね、横田です。よろしくお願いします。はい、ではですね、自己紹介はありませんが、早速ですけど始めていきたいと思うんですが、今一番最初の一応復習ですね。第1部でお話しした3大特徴というのが、実名ということと、知覧化といいねという話でしたね。で、第2部の3大機能というものが、タグ付けというものと、順番的にはリスト、タグ付け、チェックインというですね、話をしました。で、この今の3大特徴、3大機能を使って、ビジネスで実際に使っていく時の、事例中心に行ったのが今回の3大秘訣っていうですね、3大なんちゃら分かるんですけど、3大秘訣は、簡単に言うとですね、個人ページとグループとフェイスブックページ、この3つですね。それぞれの、個人ページでの使い方の秘訣、グループでの秘訣、フェイスページの秘訣ということで、お話をさせていただきます。時間は6時までの2時間半となってますが、早速いきたいと思います。